ペルオキシドの一般構造式、ヒドロペルオキシドの一般構造式ペルオキシドとは、講義では、加酸化物の総称、パーオキシドとも呼ばれる。競技では、ペルオキシモとを有し、一般構造式が ROOR と表される、有機加酸化物のこと。エーテルを母体とする加酸化物と考えることができる。また、対応するエーテルの自動参加によって、ペルオキシドが生成する。 英語のペルオキシドは、加酸化物イオンを持つ塩も含めるが、日本語では、加酸化ナトリウムなどのように、加酸化と呼ばれることが多い。酸素上に水素が置換した ROOH の形の化合物は、ヒドロペルオキシドと呼ばれる。ペルオキシドの製造方法としては、エーテル等の自動酸化、加酸化水素による酸化等が知られており、細かなものを含めると多岐にわたる。ただし、 ペルオキシド自体の危険性が高いこともあり、多くの事故例が報告されている。ペルオキシドの酸素、酸素間の単結合は非常に壊れやすく、ロー、形のフリーラジカルを作る。これは強化プラスチックに使われるポリエステル樹脂のような重合反応の触媒に使われる。特にメチルエチルケトンペルオキシドや過酸化ベンゾイルは一般的にこの用途で使われている。 これはペルオキシドが不飽和結合に対して爆発的に重合反応を開始することを意味する。ゆえにペルオキシドは火薬としても使われる。ほとんどのペルオキシドは因果性、爆発性、揮発性である。非常に反応性が高いため、製造中、使用中、保管中にかかわらず、これまでに多くの事故が発生している。多くの液体エーテルは空気、光そして、 金属の存在下で、ゆっくりと非常に、不安定なエーテルペルオキシドを形成する。このため、ペルオキシドが生成してしまったことに気づかず、事故が起きる場合がある。例えば、ジエチルエーテルペルオキシドは5ラムのような、極微量であってもガラスの実験器具を粉々にする。加酸化アセトンとヘキサメチレントリペルオキシドジアミンは、爆発性のペルオキシドの代表例である。 タトップはいくつかの反応で廃棄物から偶然に形成される可能性がある。意図しないペルオキシド生成を防ぐため、ペルオキシドを発生しやすいエーテル等の化合物は、安全データシートの記載を遵守する必要がある。また有機ペルオキシドは、無機のそれと同様強力な漂白剤である。ありがとうございます。